もうすっごい久しぶりにやったんだけど、はい、定期的にやらないとダメだね。塩1キロで日本酒3合。だよ。はい、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。だよ、質問を預かっております。はい、喜んで。最近ですね、嫌な人がやってくるとそれがあなたに幸運を運んでくるサインだよっていう動画を上げさせていただいたんですよ。あ、そうですね、全部テストだよと。あ、そうだね。はい、はい、で、その動画に結構たくさんコメントをいただいてまして、うん、はい、いくつか読み上げてもよろしいでしょうか。喜んで。はい、確かに怒ってる時は入られてしまいます。そう気がついたので体に塩を振り家の掃除を頑張りました。すぐに不思議とラッキーが重なって子供の笑顔が増えましたっていうコメントがありました。もうね、子供の笑顔が増えましたとか言われるの一番嬉しいな。あ、本当ですか。このチャンネルはお母さんチャンネルだから。はい、そうですね。その子育てを頑張ってるお母さんの一服の清涼剤になりたいと思ってるんだよね。だってお母さん本当に大変だから、はい、旦那は言うこと聞かないしさ、ならない。自分ももう仕事で働いてヘロヘロになってきて、はい、そうですね、家帰ってきて子供のご飯作んなきゃいけないし、掃除もしなきゃいけないし、はい、洗濯もしなきゃいけないしっていう中で、はい、自分の時間はないのに、うん、旦那は帰ってきて何やってるかというと YouTube やってゲームやって終わってるからね。はいはいはい、もうそんなの自分しか頑張ってない状況の中で、はい、もうお母さん自分の時間が全くない。そうですね。そんな中でもう夜寝る前に、はい、もうこの YouTube だけを楽しみに生きてるっていう人がいるんだよ。いますね。だからそんなお母さん方の、はい、心の何かこう隙間を埋めるような、はい、もぐろ福蔵の役を僕がしてるわけですよ。あ、だよ、そうなんですね、はい、だからそんな中で子供の笑顔増えましたなんていうのは一番嬉しいよね、はい、あ、そうですね。体に塩を振り家の掃除を頑張りましたって、はい、定期的にやんなきゃいけないなと思ったんだけど、うん、昨日ね、酒塩風呂、昨日久しぶりにやったんだよね。はいはいはい、そうなんですね。もうすっごい久しぶりにやったんだけど、はい、やっぱりあれね、定期的にやらないとダメだね。あ、そうなんですね。塩、はい、1キロ、1キロ、ドバーっと、はいはい、入れて、で、日本酒3合、はい、塩の風呂に入りました。はいはいはい。で、かき回しました。かき回しました。溶けました。溶けました。舐めました。舐めました。しょっぱいです。しょっぱいです。はい。で、さらに、はい、日本酒。日本酒。あの1合の日本酒3本あって、はいはい、全部頭からガーッ、頭からいくんですね。頭からガーッと行って、はい、しばらくじーっとしてました、はい、茶色くなってしまった。そうなんですか。うん、これ何があれなんですか。毒素、大王の体に溜まってる毒素、邪気が。うん、あ、そうなんですね。みる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 、うん、あ、そうなんですね。あ、これは最近やってなかったからこんなに溜まってたのかと思って。あ、そうなんですね。ちょっとびっくりした。あ、これはやっぱ月1でも絶対やらなきゃダメだなと昨日反省した。あ、そうなんですね、うん、どのぐらいなんか茶色くなっちゃう、変色するもんなんですか。あ、まあ、茶色まではいかないけど、はい、10人分ぐらい入ったみたいな感じ。あ、お風呂に10人分ぐらい入った。お風呂に10、もう家族中の人が入りましたねみたいな感じかな。あ、そうなんですね。そう、いつもはさ、はい、本当に綺麗なままだよ。はいはいはい。だけどもう昨日はもうすごかったね。あ、そうなんですね。あ、もう出してないとこんな溜まってんだと思って、ちょっとびっくりした。すごいです。知らず知らずのうちに体に蓄積されちゃうもんなんですね。そうだね、本当にそう思う。だから定期的にやった方がいいので、もうこの文江さんもね、はい、まあ、定期的にやったらよろしいんじゃないかと思いますけれどもね。でもさ、はい、怒った時はね、本当入られちゃう。でもね、もう将来ね、だってさ、うん、お子さんはさ、言うこと聞かないしさ、うん、ねえ、やっぱ子供、旦那ももっと言うこと聞かないし、はい、まあそんな中でさ、お母さんストレス溜まってるからさ、お母さんはいつもさ、コップにもう水いっぱいだよ、いつも。ああ、溢れんばかりの。溢れんばかりじゃなくて、はい、もう表面張力で少しもう浮いちゃってるから。浮いちゃってるんですね。浮いちゃってる中に、はい、本当に小さな、0.1cc でもポトッと落ちると溢れてるから。あ、もう、ね、そんな状態の中ね、お母さん、生きてるお母さんいっぱいいるから、はい、うんうんうん、ちょっとでも何かあっただけでもうドワーってなるから、ね、そうっすよね。そうだから、これを一回ひっくり返して全部出すためには相当なストレス発散しないといけないよね、うんうんうん、そうですよね、うん、いや、だからそのためにそのストレス発散を何か見つけないとやっぱしんどい。あ、このまんまじゃしんどいと、うん、だから何か汗をかくような、うん、なんか趣味を見つけられるといいね。やっぱり汗かくのがいいんですか。あ、いい、はい、本当にスポーツが一番いいんだけど、はい、もう何だったら、はい、家の周りをね、全力疾走するだけでもいいんだよ、100メートルぐらい。あ、今の時期だったら汗ダクダクになりますね。そう、はい、
これね、騙されたと思って やってみてほしいけど、はい、これだけでちょっとスッキリする。面白いですね。いや、ちょっとじゃないな、だいぶスッキリするから。あ、そうなんですね。全力疾走、はいはい、ちゃんと準備運動してね、はいはいはい、うん、僕はね、本当にアドバイスしてね、本当にそれを実践している人いるんだけど、うんうん、怒りがマックスになった時走れって言ってる。だから旦那と喧嘩するじゃん、はい、旦那と喧嘩した時に、うん、バトル始まるじゃん、はい、うわーってことなるじゃん。なります。ダーってなった時にそのまま喧嘩してるととんでもないことになるから、はい、そのままもう家飛び出すんだ。お、家飛び出してその怒りのまま全力疾走で叫びながら吉田栄作みたいに走っていくんだって。吉田栄作、うん、吉田栄作は走りながらあれなんですか。そう、ない叫びながら走ったんですか。そうそう、もう誰も愛さないって言いながら、ウォーって言いながら、もう誰も愛さない、ウォーって言いながら走ってるんですよ。超やばいっすね。そうで、振り向くとさ、後ろに山口智子がいるんだけど。あ、そうなんですね、うん、まあ、振り向くと山口智子がいらっしゃるんだけど、はい、それだけでも本当にすっきりして家帰って、はい、旦那に素直に謝れるって。あ、もう誰も愛さないって言いながら走ってたらすっきりしそうですもんね。すっきりする、はい、だから本当にこの汗をかくっていうのは本当にすっきりする邪気払いの中の一つではある。はいはいはい、まあ、騙されたと思ってちょっとやってみたら、ね、そうですね、いいか、ね、やってほしいですね、うん、で、子供が笑顔になるっていうのはすごい。いや、もう本当一番嬉しいよね。お母さんは子供のためにもやっぱり幸せな背中を子供に見せ続けていくのがお母さんの仕事だったりするから、うんうん、まあそれはね、まあ、それを見せ続けていくためにはさ、お母さんは大変なんだよ本当に、うん、だから国がお母さんの援助をたくさんしてあげてほしいよね、うん、そうですね、一生懸命頑張ってるお母さん本当にたくさんいる。そうですね、うん、なんかそういう人の憩いの場になりたいと、ちょっとお母さんの学校、そうだね、ジャニーさん、はい、お母さんの学校をね、はい、校長先生やってね、はい、うん、やらせていただいてるので、うん、頑張って、はい、なのでぜひこの方もですね、遊びに来てほしいなと思います。あ、そう、文江さんもお母さんの学校入ったらいいの。はい、お母さんがお母さんらしくいるっていうか自分らしくいることで、子供たち笑顔になりますもんね。お母さんの学校に入るとさ、はい、ジャニーさんが一人一人の家行ってるらしいから、文江さんの家も行くんでしょ。ああ、そうですね、家庭訪問っていう、家庭訪問でね。嘘ですよ、家庭訪問すごいですよ。行かないの。結構いろんなところにあるんですよ。僕たちの公園あるじゃないですか、うん、お母さんの学校メンバーが来てくれるんですよね、うん。だってお母さんの学校に入ってる人ってみんな優しいんでしょ。優しいっすよ、うん、そういうね、はい、なんかネットワークに自分の身を委ねるっていうのはいいことだよね。そうですよ、やっぱね、いい仲間に囲まれてないとね、やっぱり人生ダメだからね。いや、そうですね、やっぱお母さんってさ、孤独な作業だからさ、はい、結構孤独なお母さん多いんだよ。あ、そういった場の、ね、やっぱりね、憩いの場にお母さんの学校がなってくれれば嬉しいけどね。あ、そうですね、うん、やっぱりなんかさ、大王だったら、うん、開運のことに特化した人とか、うん、怪しい世界の話が好きな人、うん、っていうのはもう間違いなく世界で一番優れてるのは夜のツタンカーメンのオンラインサロンじゃないですか。そうなのか。はい、ナンバーワンだと思います、うん、そうなんだね、圧倒的ナンバーワンだと思います。ああ、そういえばね、はい、僕のもう一個のサブチャンネルね、はい、夜のスタ、夜スタチャンネルもですね、はい、ぜひ覗いてみてほしいんですけどね。あれ、なんかすごく今登録者数も増えてて。お、そうだね、ありがたいですね、はい、コメントもすごい入ってきてるんですよね。え、本当？ちょっとチェックしてないですけど、はい、ここに大王の原点があるなみたいな。あ、本当？はい、もうだってあれもう8年ぐらい前だもんな。はい、うん、すごいいい内容。僕はあの内容で人生が変わりました。ああ、嬉しいですね、はい、まあ、ぜひ、覗いてみて聞いてみてあげてください、はい、もうあれが0円で配信してるなんて奇跡ですよ。ああ、ね、はい、なるほど、嬉しいですね、はい、奇跡ですね、うん、最近加藤貴子さん、悦子さん、悦子さん、うん、悦子さんに、お会いすることがあったんですけど、うん、加藤貴子さんが昔から大王のことを応援されてると。そうだね、あの方と出会ったのは、はい、僕の公演デビュー戦を聞きに来てくれたんじゃなかったかな。そうなんですね。翡翠さんが、はい、恋にしてたカフェがあって、うん、はい、でそこで翡翠さんが講演会やってくれて、はい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 、でその時確か来てくれたんだよね、松山からね。なんだかんだ言ってもう17年ぐらいの付き合いだね。いや、すごいですね、うん、加藤貴子さんがですね、うん、大王の凄さについて話してて、うん、で何が大王は、うん、小林正寛先生を継ぐような存在だったっていうこと、うん、いや破門されましたし、はい、はい、っていうのを貴子さんが話されてて、やっぱり大王は偉大な人なんだなっていうのをありがとうございます、はい、ありがとうございます。貴子さんも本当に素敵な方ですよね。いや、素晴らしい方ですよ、はい、うん、もうあの方もね、伝説がたくさんありますんでね、はい、あ、そうなんですね、うん、まあ、またね、悦子さんどっかで会いましょう、はい、なので怒られてるときはぜひですね、酒塩風呂に入っていただいて。あ、そうだね、そうだね、ちょっと試してみたらいいと思うよ、はい、そうですね、そうですね、うん、
そうしたら子供も笑顔になるっていう最高の循環が生まれますので、そうだね、お母さん、はい、頑張れお母さん、はい、応援しますので、はい、ぜひ笑えないときはこのチャンネルまた見に来てください。ありがとうございます。動画をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして LINE 公式アカウントも新しくなりましたので、新しくなりましたので、よろしくお願いします。登録お願いします。チャンネル登録はここ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